皆さんこんにちは。これからグリーングリーンを使ったご家庭で簡単にできるオリジナルレシピをご紹介します。グリーングリーンの魅力は無農薬有機栽培の国産大麦若葉とその製法です。完全非加熱の活性保存製法、酵素やビタミンを壊すことなく作ることができるので、お肌や体に優しい美味しい酵素をですねたっぷりと取ることができるんです。今回のアレンジは今大人気のコールドプレスジュースと組み合わせる酵素とビタミン C がたっぷりのグリーンシトラスジンジャーをご紹介します。それでは材料のご紹介です。オレンジ1個、そしてグレープフルーツが1/2個、そして生姜1かけらとセロリが太い茎の方を5センチカットしています。そしてグリーングリーンを今回2本ご用意しています。まずオレンジとグレープフルーツは皮を剥いていきます。外側の皮をきちんと省けば内側の白い皮はそのまま入れて問題がありません。それではオレンジとグレープフルーツをスロージューサーに入れていきます。今回のレシピは生姜を入れることで体を温めたい方にもおすすめです。さあそれでは出来上がったコールドプレスジュースの中にグリーングリーンを入れていきます。好みで氷を入れます。あとはしっかりと蓋をして振るだけです。こちらで出来上がりです。